両印刷の奥谷キャプテンに来ていただきました。開幕戦の方、お疲れ様でした。すみません。1対0というスコア、本日の試合を振り返ってください。1対0という結果で、とりあえず勝ててホッとしたです。悪いなりにも、まあ、粘り強く試合できたのが、今日の収穫かなと思います。2016年、OK 日本リーグが始まりました。今年の抱負を教えてください。もちろん優勝を狙っていきたいんですけど、一戦一戦戦って勝てるように頑張っていきたいです。最後にカメラに向かってファンへ一言お願いします。はい、新寮印刷というとみんな同じ社員で働いているので、なんていうんですかね、気持ちが一緒になって一応仕事もホッケーもやってますんで、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。